マリアライトは日本の競争馬、繁殖品馬、2016年の JRA 賞最優秀4歳品馬、2015年のエリザベス女王杯。2016年の宝塚記念に優勝した。馬名の由来は成功の石と呼ばれるパワーストーン名からで玉髄の一つであり、母馬の名前でもあるクリソプレーズからの連想による。 決闘的背景から期待は大きかったものの体質がしっかりしていなかったため、2歳戦は見送られた。2014年1月11日に中山競馬場の3歳新馬戦でデビューし、勝利を挙げた。安城の三浦高生は、体がしっかりしてきたら楽しみと評した。その後の2000、500万した、スイートピーステークスは共に敗れたが、6月に500万。 下条件で2勝目を飾る。その後の年内のレースでは3戦とも敗れたものの、6月の条件戦より手綱を取るようになった、エビナ・マサヨシは、1戦ごとに馬が良くなっていくことを認めていた。年明け初戦は敗れたが、3月の千万下条件の、イタ特別でディスキーダンスに三馬審査をつけて3勝目を挙げた。このレースの勝利によって、マリアライトの陣営は、 年内の目標をエリザベス上杯に定めた。自走の緑風ステークスでも包まれるロスがありながらも、最後はサムソンズプライドを差し切って勝利を収める。6月半身競馬場のマーメイドステークスでは、ボバー相手2に2連勝したことが評価されたか、重賞初挑戦ながら単勝1番人気に支持されたが、2着に敗れた。秋初戦のオールカマーは、 湘南パンドラの5着に敗れたものの、この5着によって陣営は帰って、エリザベス上杯でもある程度やれるという自信をよりを深めた。そして目標であったエリザベス上杯では、単勝6番人気となったが、直線で束をかわして先頭に立つと、単勝1番人気のヌーボレコレトを首差しりけ優勝。重賞初制覇を GI で達成した。安状のエビナは、 この勝利で JRA の頻馬限定 GI 完全制覇を達成した。続く有馬記念はファン投票11位で選出。レース当日は41.5倍の12番人気に甘んじたもののゴールドアクターの4着と前線した。なお、同じレースには判定のリアファルも出走しており指定対決となったが、リアファルはレース中に検証炎を発症して最下位に終わった。 エリザベス女王杯年内初戦として、日経賞に4番人気で出走。ゴールドアクターの3着となる。続くメグロ記念では1番人気に押されたが、このレースに出走するまでに2連勝した勢いに乗って、出走した3番人気のクリプトグラムに、首差及ばずの2着席杯となった。続く宝塚記念は、GI 勝利場ながら、単勝では8番人気という低評価での出走となった。 レースでは道中は中段に位置し、直線での末足にかけるような体勢を取る。そして迎えた最後の直線、ラスト100メートルあたりで末足を炸裂させ、先頭に立つと、迫ってきたドゥラメンテや北サンブラックラを一周して、二着と首差の優勝。これにより、2005年のスイープ投票以来、11年ぶり、史上3投目となる頻馬での宝塚記念制覇を達成した。 この後は一度放牧に出し、連覇を狙うエリザベス女王敗、あるいは宝塚記念優勝により優先出走権を得た BC ターフなどを選択肢として、今後のローテーションが組まれることとなった。2016年宝塚記念表彰式そして秋、シーズンはオールカマーから指導、ゴールドアクターに次いで2番人気に支持されたが直線で伸びきれず5着に終わる。その後、 連覇をかけて挑んだエリザベス女王杯に一番人気で出走したが、レース序盤での不利が響いて6着という結果だった。引退レースとなった有馬記念は、道中中断を追走するも失速し10着に敗れた。年が明けた2017年1月15日に競争馬登録を抹消。引退後はノーザンファームで繁殖品馬となる。初号レースはで GI の ホープフルステークスで2着に入った。ありがとうございます。